これで終わる。いいえ、まだあの男がいる。良い月だな。協調ですね。何？何が協調だって？さればこそです。雲、風もない。このような時川中島のあたりでもす。そうなればはい初陣を前に緊張しているかと。まったくだ。せっかく激励してやろう。恐れ入ります。だがそれでこそ父上が目をかけた。できることならいずれ。そうだな。はは。申し上げます。第一章乱世。永禄四年信濃の地をめぐってはい、ここに武田家臣日の本一の強者さ。これは正幸様。見回りを続けます。良きかな。
良きかな。これは正幸様。良い武器は良い鉄、良い品が入っております。お目が高い。ご武運を。見回りを続けます。すでに勝ちは見えておる。海津城に物資を。わしもお供。さてに積むか。
策で。素晴らしい。
そうか。正行、心配。いかん、はあ、やりました。良い武器は良い良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。良い出来です。ご武運を。見事、良きかな。見事。そうか。見回りを続けます。これは正行様。出陣いたそう。出陣するか。すでに勝ちは見えておる。
明けまでに西女山を攻め落とし、剣心を八幡原に誘い出すのだ。若、夜は周囲の状況が見えぬなど、昼間の戦とは勝手が違いますぞ。杉の偵察兵だな。砦に我らのことを知らされては困る。西女山に陣取る剣心を我ら別動隊が攻撃、そうすれば敵は必ず山を下る。そこを山裾の八幡原に布陣した信玄公率いる本隊とで攻撃する。それが軍師山本勘助様が立てられたこたびの策だ。月が木を立てて虫を出す。なるほど、それでキツツキ戦法。敵衆、武田の奇襲だ。若、戦の終わりには定められた時刻というのがございますぞ。承知の上だ。時を逸しては大事をなせぬ。戦の潮目を読み誤らぬようにせねばな。偵察兵がいるな。この奥が最後の砦であろうが、いささかもろすぎる。さすが勘助様の策、キツツキ戦法はうまくいきそうですな。中か、みんな落ち着くのだ。バカ、剣心の姿がどこにも見当たりません。これは親方様が危うく、急ぎ本陣に戻るぞ。勝利条件変更、開門。バカ、皇様様にご報告を。それでは間に合わん。暗闇に乗じて忍者など特殊な兵が襲ってきます。気をつけください。忍びは見つけ次第倒すのだ。妨害を受ければ後続の進軍が遅れる。警戒を厳密。これでお味方の進軍も速やかに行いますな。ここまでは早そう。追撃を残して兵を残しておったか。やはり剣心が先に山を降りているな。真田の小せがれか。貴様に恨みはないが、武田に信濃を追われた屈辱忘れはせぬ。怒りに任せて策もなしに攻めようぜ。だからお前は敗れる。こたびが出れば敵の士気はますます盛る。本陣へ行くことも難しくなりましょう。夜明けまでにどれだけの距離を稼げるか、それが
勝負の分かれ目だな。敵将を討ち取った。ここまではたやすい。打ち取った。そこか宿敵。剣士、俺のうちに山を降りていたというか。傷つき戦法読まれていたか。武田本陣を上杉謙信が急襲。親方様が応戦しております。完全に裏をかかれたな。だが親方様はやらせん。親方様のもとへは行かせるぞ謙信。ここで援軍とはありがたいの。さすが父親、親方様の護衛をお任せしてよかった。これで木突き部隊は安心して進軍できる。お前が心外かならば剣心は近い。させませんよ。バカだ、こんなことが。素晴らしいお働きですな。視野の深いものの不じゃね。山本勘助様、上杉軍の猛攻に苦戦。謙信はこれより宿敵との格別の時。邪魔をするものではありません。あいにく戦を楽しむ風流はない。無粋は承知、押しとる。素晴らしいお働きですな。良い覚悟を持っているようです。許しましょう。開門。お楽しみのところ申し訳ございません。なんの良い趣向じゃったよ。さて正念場じゃな。
勝ちは見えておる。囲まれちゃったね。